どうも元かそば職員の下田花でですす、えー、今日ですねなんかオンサロの方に何か質問が来たんだけど、まあ、YouTube で広くやる方でも全然大丈夫だろうという質問だったのでちょっとお答えしたいんですがあの前室についてですね、えー、前の、まあ、室内の室で前室って言うんですけれども、えー、そ,のなんかそのメリットデメリットみたいな。 をちょっと教えてほしいみたいな質問が来たんで、えー、それについてお答えしたいと思います。えー、今現在仮想場はもだいたい新しいところというかまあそこそこまあ最近近代に建てられた仮想場ってまあ、前室あることが多いです、えー。今でも前室ないとこ全然ありますけどね。ちなみにあの結構な都会でも。 全然あるんですけどまあ前室があるところがすごく増えていってるよと。で前室と何かといったらホールがこの辺に、まあ、ホールがあってこう扉が並んでいてその扉がっ開いたら部屋になっていてで昔はねその部屋そこがもう滑走路っていうか。 いわゆる本当に焼くとこだったんですけどその焼くところの前に1個こう部屋ができたんですよ。でその前室のところに入ってわーって閉まりますでこれでお別れって感じなんですけどその今はですねその先にもう一個こう断熱扉というのがありましてガーッて開いてもう一部屋あるんですよ。でここが仮走炉みたいな。だからこの仮走炉とホールの間にある空間のことを前室と言います。でこの前室に関しては一応ね昭和53年頃に日本に登場したというふうに言われております昭和後期ですね。 まあそれ以前にも前全室に似たようなやつはあったかもしれませんがでも普及しだしてのはんかそれぐらいらしいですだから昭和後期に、えー、その全室というのが出てきたよとで今現在仮想、まあ、炉ももう平成地区のやつがすごく多いので、えー、まあそういった意味では全、まあ、室あるところの方がどんどん増えていってるよねっていうこの現状の中で全室なんであるのっていうね、えー、まあ一番の理由は冷却室として使うのが一番、えー、理由として高いんですよ。 あの火葬炉ってまあその火葬します火を止めますでも、まあ、今ファイバーのやつとかいろいろあるんですけどちょっと昔、まあ、今でもあるけどあの耐熱レンガのね、まあ、ほんまレンガのこの窯みたいなところもあるわけですよあのずっと熱こもってるんでそこに入れっぱなしだったらですね全然台冷めませんでこれをじゃあお骨揚げ、えー、じゃあ例えば火を止めてから1時間後ぐらいにお骨揚げですよってなって1時間までその冷やさないといけないと。 でどうなるかって言ったらそうですねああの炉からですすすねね回外に出す火葬場もありますよ、ね、要はそのホールに一回出しとくみたいなでそれでこう熱を放熱させて、えー、まあ、ちょっと冷やすみたいなやり方をやってる火葬場もあったりするんですけれどもまあ手間じゃないですかでしかもその出ちゃってるんでホールにその他の遺族さんとかもこう入れれないわけですよ。 で結構大変なんですよね。その鍵閉めてとか、なんかしないといけないとか、えー、その間はちょっと立ち入り禁止にしないといけないとか、いろいろあったりもするので、まあ、だからそういう意味で、前室っていうのはですね、あると、あの、そこで、えっ、ー、と、要はこの炉の中から出せますのでね、でまあ、いかに部屋であろうとも。で、こう、換気もあって、で、それで、えー、まあ、冷やせるよ。要は、外から見て、えっ、ー、と、全然見えない状態で台を、えー、ゆっくり冷やすことができるよっていうのが、この前室の最大のメリットになります。 であとはその前室があることによってですね、まあ、これもだから外から見えないところで整骨整える骨えっ、ー、といわゆるゆずさんに見せる前に一旦こちらで確認したりとか、えー、まあ人によってはちょっと骨をちょっとこうなんかうまいこと並べ直したりとかする人もまあたまにいるんですけど僕はあんまり触るはずないのでそのまま派なんですけども、まあ、そういうことをやったりとかあとはのど仏さんを先に見つけておくとかねなんかそういうやり,やり方というかやり方がまあできるっていうのがこの前室のメリットかなっていうふうになります。で デメリットも教えてくださいって言われたんですけど、そうですね。まあ、デメリットといえば、例えるなら、車のあのドアあるじゃないですか。あのウィーンってね。あのドアが自動か、くるくる回すやつか、みたいな。で、あれのメリットは、もうこうやってくるくる回さないけど、ボタン一つでピッてったら、ウィーンってこドアね、窓閉まるじゃないですか。これメリット。デメリット何かって言ったら、 何でもそうなんですけど機械化したりとか何か複雑にすると壊れた時に大変っていう。だからこっちの方が壊れにくいじゃないですかあの扉もね。でも便利だからもう今ね車どっちかってもうポチウィーンでしょ。だそ,うそういう感じの,あのデメリットはあるかなっていうのとあと当然あの,その施設として全室っていうのが一つ増えますので火葬、えー、場を作る時の火葬場の、まあ、建設費用がちょっと上がるっていうぐらい。 はいまあ、その辺がデメリットかなっていうふうに思いますが、えー、それ以外に明確にすすごいいいデメリットっていうのはないですねだからそれもあってまあ,あの仮想場パッと見にね別にこうなんか綺麗で別に何もないみたいな感じにもなってるし、えー、ちゃんと冷やすこともできるしって言って、まあ、メリットの方がすごく大きいよでメリットの方があむしろほぼほぼメリットしかないからこれだけ普及してるんだよっていうのが、まあ、答えになるかなっていうふうには思います。 だかからなんかね、僕、子供の頃ぐらいに、えー、と火葬場に行った時に見たのはそこ、多分全、ね、室なかったと思う今でもすごく覚えてるんですけど、えーとね、亡くなった人棺でこうなんで手で、ね、ゴロゴロゴロってこう押すところでしたなんかいわゆるその火葬炉の中に。 で、その時は、あの、前室ないとこだったんで、その奥見たら、もうなんかこう、こういうね、あの、釜みたいなのが、こう、ありまして、で、もう、あの、何回も使ってる、こう、ボロボロの感じの、あなんかもうね、で、そこにこう、ガーッて入っていく、おーお、みたいなこ、ここで仮装するのか、みたいな感じだったのが、まあ、今はその前室っていうのがあるので、パーって開いてもですね、なんか、綺麗な部屋みたいな感じですよ。だから、だからそういう意味では、なんか、もう、ザー、 ザー焼きますみたいなやつを、まあ、見なくて済むというか、なんか綺麗な感じになってるなーっていうふうにもあのすごく思います。だからこれもまあ一つのメリットかなーっていうふうにはまあ思いますね。まあ、それも含めて、だからその昔の仮想場のですね、なんかそのおどろおどろしい感じ、なんか暗い感じというか、なんかうわーみたいなんじゃないじゃないですか、今仮想場ってね。えー、新しいとこどんどん綺麗になっていて、まあ、そうじゃないところも全然あの日本全国まだありますけれども、 まあ本当に結婚式場なのか火葬場なのかぐらいのね、えー、すごく綺麗なところが増えていっているので、まあ、今後も多分そういう風になっていくだろうというのが僕の見解です。ということで本日もご視聴ありがとうございました。